坂出市常盤町正通寺山中腹にある塩釜神社の例祭は毎年10月25日です。その前夜24日には宵祭りが行われています。今年も奉納を行う北新通り太鼓台や藤間絹舞さん、関係者などおよそ80人が出席し、拝殿で午後7時から塩瀬宮司によって神事が行われました。神事に続いて、拝殿前では2013年から踊りを放送している藤間絹舞さんの日本舞踊と、師匠に続いて小西結菜さんによって厳粛に、またあでやかに浦安の舞が踊られました。塩釜神社境内からは万之巣工業地帯や瀬戸大橋、瀬戸中央道などの夜景が眼下に広がります。この神社からはかつて坂出の発展の礎となった塩田が広がっていました。江戸時代、塩田を開墾した久米通憲が高松藩主松平頼弘の命を受けて、1828年、文政11年に塩田の安全と繁栄を祈って、宮城県塩釜市の塩釜神社から誕生して創建したと伝えられています。坂出の発展を見守ってきた塩釜神社を大切にしていきたいと、北新通り太鼓台は2012年から毎年奉納を続けています。30人余りの担ぎ手によって石段を上がった太鼓台が拝殿前で繰り返し差し上げを行うと、祭りができた喜びに境内は包まれていました。総代の大西昌司さんにお聞きすると、今年の秋祭りは天気にも恵まれ、先日の坂出八幡神社に続いて今晩も塩釜神社で思い残すことなく力いっぱい担ぎ上げることができて満足できる秋祭りになりましたと話をしていました。塩釜神社の宵祭りは年々盛り上がりを見せています。北新通り太鼓台の皆さんは、今年最後となる祭りが終わるのを惜しむかのように何度も何度も差し上げを行い、秋祭りを締めくくりました。